はい、新時代創刊会の皆さん、こんにちは。今日はですね、よく創学会の方が口にいたします、まあ政教新聞等でもみんなそうですね、師弟不二ってよくね、言いますけども、その創価学会で教えてきたですね、師弟不二論の誤りについてですね、少々お話しさせていただきたいと思います。創価学会に入会した人が必ず教えられることですね、それは人生には師匠を持たなくてはならないと、師匠を持たずして仏法はわからないということですね。このこと自体は確かにその通りで、世間の学問や職業などもですね、先生や先輩だからいろいろなことを学ばなくては習得することができないと、これは当然でございます。ましてや仏法の深い教えについてですね、自分一人の知恵ではどうすることもできませんので、師匠より教えを受けることが必要不可欠であるわけですね。しかしここで問題となるのは、誰を師匠とするかということです。もう一回言いますよ。誰を師匠とするかということです。二千大聖人様は三沢匠という御匠ですね。学会の方の御匠ですと1487ページ、日蓮聖宗の御匠ですと1202ページに大聖人様はこのように、ご指南されておられます。仏法おば学すれども、ちょっと飛ばしましてね、死によりて心の曲がるを知らず、仏法直しく習いうるごと形と、王政のようにたとえ師匠を持って仏法を習ったとしてもですね、それが間違ったことを教える師匠であれば、その師匠の教えによってですね、かえって仏法を曲げて学ぶことになってしまうからです。ですから師匠は持たなくてはならない。しかし誤った師匠を持てば正しい仏法に違背することになって不幸のもととなると知るべきであると思いますね。創価学会においては池田大作先生こそですね、日蓮大聖人の仏法を正しく実践する師匠であるとしてですね、池田先生を自分たち会員との師弟不二を強調してまいりました。そうですね、そして幹部に間違いがあっても池田先生には間違いがない。これはよく言ってますね。最近二十歳なんとかいう人間とかね、それから実名告発創価学会の連中とか、この前参議院選挙にね、立候補した学会員、沖縄のね、池田先生には間違いはありません、今の執行部は間違ってますなんてね言ってますけども、また池田先生から悪毒をいただいたのだから先生には体温があるとかね、師匠が地獄へ行ったら自分もついていくのが弟子の道なんてね、あんなむちゃくちゃなことをね、繰り返し教えられてですね、会員もそれを信じてきたわけですね。そうじゃありませんか。師弟不二、師弟不二ってね、一体誰に師弟不二するかっていうのは、創価学会の場合はみんな池田先生なんですよ。こうした学会内の教えは本当に正しかったのかどうかですね、この重要な問題を、検証してみましょう。まずね、幹部に間違いがあっても池田先生には間違いがないと。これは学会の指導や生き方に疑問を持った会員をなだめてですね、丸め込む時に使われる論法でですね、まずいことはすべて中間の幹部にかぶせて済ませるというものですね。ごまかされているということですよ。では本当に池田先生に間違いがないのかというとですね、学会が裁判資料として法廷に出した、池田会長の行動記録っていうのがあるんですよ。これによるとですね、池田先生はしばしば朝の講義を1分とか0分で済ませておるので、これちゃんと証拠のね、文書がありますよ。
また政教新聞に載った写真によればですね、池田先生は経机の上に茶碗を運ばせてお茶を飲みながら吻戯をしていたことが明らかに、なっているんですね。でこのね、朝夕の、お水の取り替えとかおしきみのね水の取り替えなんていうのはね、家政婦にやらせていたっていうね話もございますよ。これはまあ私見たことないんでね、池田先生が吻戯をする前、あとね、家政婦にやらせたとね、こういうような話も流れております。こんな姿はですね、まともな信仰者であれば考えられぬ体略であり、池田先生には間違いがないではなく信心がないと言うべきでありましょう。そしてトップに信心がなかったからですね、学会全体の指導や生き方がおかしくなってきたのであります。次にですね、池田先生から功徳をいただいたのだから先生には体温がある。これもよく言いますね、池田先生に恩があるとね、今の原田執行部はダメだとかね、なんかの学会の本部前で三色旗振ってねデモ行進最近やってる人もいますよね。これもとんでもない誤りですね。かつて学会員が日蓮召集のご本尊を信仰して得られた功徳は三宝。三宝って分かりますよね。仏法僧の三宝ですよ。すなわち仏、ご本仏日蓮大聖人、そして法は大聖人の表されたご本尊、中んづく公安2年10月12日ご出現の本門会談の大ご本尊であります。またそれを今日に伝える歴代御師承認から頂戴したものですよ。ここを間違ったらダメですよ。池田先生から功徳をいただいたんではなくってご本尊様から功徳をいただいたということですよね。今それも偽本尊になっちゃってすっちゃかめっちゃかなってますけど、仮にそのご本尊を自分に教えてくれたのがですね池田創価学会だったとしても、功徳を池田先生あるいは学会組織からいただいたことにはならないですよね。それはあたかもお中元を送ってくれた送り主を差し置いてですね、手元に届けてくれた配達人に大恩を感ずるようなもので根本的な間違いということであります。大聖人様は、このようなあり方をですね、松代の凡夫三宝の恩を被りて三宝の恩を報ぜず、いかにしてか仏道を上善。これは宗門御所の268ページ。御所の名前はね、ちょっと待ってね。268ページ。四音章ですね。学会の御所では938ページですか。と、今しめられておられます。次に、師匠が地獄へ行ったら自分もついていくのが弟子の道なんでね、これ念仏の教えなんですよ。まあ、それはちょっと余談としてね、なんとなく精神論的に聞いているとわからないかもしれませんが、これも大きな間違いですね。日蓮大聖人は法恩賞等に、もし師匠が弘法のものとなったならばですね、その師匠に背いて、まず自らが正しい仏法に帰依して、その上から誤ってる師匠を救い導くことが師匠に対する真の弟子の道であると仰せられております。また第66世新田聖人もですね、あの人は私の師匠であるから、あの方が地獄へ落ちるならば私も地獄へ行っていいなどという人がいます。この人は何のために信心しているか分かりません。大聖人の仏法に対して全く非謀の人であります。もし自分の師匠が地獄へ行くならば、自分は南無法蓮華経の信心によって救ってこそですね、その人に対しての法恩となるのでありますと。
このようにおっしゃってますよ。昭和52年1月27日のご説法です。またこのようにもおっしゃっております、新田師匠には。よく学会の人が間違ったことを言いますね。師匠が地獄へ行ったら自分も行ってよいという考えは大変な間違いであります。よくよく考えなければいけません。そのような考えは人を信じて法を信じない、要するに恵方不恵人ということでね、池田大釈さんを信じやってるわけですね。大将に信じてないということですよ、ということであります。これは昭和54年7月17日に、お示しであります。まあ以上、検証してきましたようにね、池田大釈さんを絶対の師匠と仰ぎ、池田先生には間違いがない、池田先生から功徳をいただいた、池田先生が地獄へ行ったら自分もついていく等々する祖学会の指定不二論はことごとく仏法に違背する大方法であります。この上は速やかに方法の師匠を捨ててですね、いわゆる祖学会を脱会してですね、日蓮大聖人様からの血脈正しい少子に帰依すべきでありましょう。この少子とは、日蓮大聖人から法度を今日に伝える日蓮聖宗富士大石寺の御須聖人と、その一門に他ならないと、これだけは断言しておきたいと思います。まあ今日は以上ですね。けどね、まずね、この指定不二っていうのはね、僕御所探しても指定不二なんていう言葉ないんですよね。一緒に成仏していきましょう、師匠に仕えてね、勉強して、ご本尊様の信心をやっていきますよというのはね、法華経では指定不二なんて言いませんね。私の所属のご住職と指定不二なんてまずは言いませんわ。指定相対の信心、師匠、要するに鉄儀の師匠って言うんですけどね、松井のご住職は。この鉄儀の師匠と一緒に相対して信心をしていくと、この鉄儀の師匠の血脈というのはですね、現在では第68世日曜聖人芸家と、でこの日曜聖人芸家の内称はですね、弘安2年10月12日ご出現日蓮大聖人のご出世の本願である大御本尊様ということですね。今日は簡単ですけどね、以上です。何か質問ある方はね、お願いください。下にのメモ欄にね、私の電話番号を書いておきますんで、私は大阪市住吉区在住でございまして、黒川和夫、実名でございます。また、私の所属のご住職から、任命を受けたちゃんとしたね、男性が東京都内に、住んでおりますので、東京、千葉、埼玉、神奈川辺りの方はね、遠慮なくお電話ください。よくあなたの話を聞いてですね、取り次ぎますので、ね、よろしくお願いいたします。なおね、非通知だとか自分の名前も言わない、どこに住んでいるかも言わないの、言わないような人はね、鼻から相手にいたしませんので、ちゃんとしたね、話を聞きたいという人は、自分はどこそこに住んでおる何々という人間ですとね、まずご挨拶されますよ。これが他人に電話するときの最低限のマナーですよね。それも守ることができないような人間は相手にいたしませんので、よろしくお願いいたします。それではまたお会いいたしましょう。